はい、しんちゃんむいぐい、今日は立川市にある、昭和記念公園の方に来ました。で、チケット買ってるんで今から中に入りたいと思います。ここはここだね。うん、じゃあ行きましょう。だいぶ赤くなってますね。この公園広いから歩くの疲れるんですけど、ちょっと休憩しながら少しずつ紅葉を楽しみたいと思います。ボートとかもあれですね、暗くなるとライトアップもあるみたいで見たいですね。そこはライトアップのこの公園見たことないんですけど、あるんだ、知らなかった。綺麗ね、この木も。ここはあれですね、カフェみたいなとこですね。レストランだ、レストランもあるんだ。屋台もあって、たこ焼きとかおでんとかありますね。あったかい時におでんはいいですね。それまた食べてないや、このシーズン。そうね、アイスも美味しそう。で、レストランのメニュー、コーラ、オレンジ、いろいろありますね。まあ値段も全然リーズナブルですね。お弁当、ハンバーグ、味噌カツ、カレー、うどん、ラーメン、いろいろですね。まあでも値段もそんなに高すぎず、全然リーズナブルじゃないかと思います。イチョウ並木はこっちですっていう看板が出てるんで、そっち、それに従ってちょっと行ってみましょう。これですね。素晴らしいね。すごいね。ちょっと反対側は青いんですけど、でこっちは黄色。でもこのちょっと違ったコントラストもすごく素敵ですね。本当にデープです。こういう感じに来れる。あ、綺麗な、本当。なんだこの列。この列はなんかリフレクション？なんかいい写真が撮れるから、それでみんな並んでるんですかね、多分。ちょっと並んでみようか。時間もいっぱいあるし、ちょっとゆっくり紅葉を楽しんでいきたいと思います。すごいな。
ってない。もう綺麗やな。最初にヒュッてなるんです。あ、おう、そういうことだ。ね、あ、4時半か。はい、ちょっと妻の写真を撮影終わったんで、ちょっとまた撮影続けます。本当綺麗ですね、この通り。まあ、でも多分来週ぐらいに行ったら本当に、右の紅葉もイチョウの木も黄色くなっていいかなとは思います。あの光のところに写真が綺麗に撮れるね。あの光があるから多分写真がいい写真が撮れるんじゃないかな。撮る？待つ。そのまま写真撮ってる。結構やっぱり今日はカメラマンが多いですね。天気いいから。とうとうイチョウ並木も、終わりですね。綺麗だった？うん。はい、イチョウ並木を終わりましたね。これを後ろを通ってきたわけですけど、次進みますね。写真ではこの中から撮るのも綺麗でしたけど、ちょっとここのカメラでは分かりにくいですね。こういうサービスがあるみたいです。やっぱりこの夜になるとこういうふうにライトアップがあるみたいですね。このあの公園すごく広いんで、ああいったバスが、バスじゃない、電車、バス、ちょっとわかんないですが、こういうパークトレインが乗れることができますね。で、そう、あんな感じ。なんかこういう感じで乗れるみたいです。かわいいですよね。あそこでお金を払って乗れるのかな。僕たちもちょっと歩き疲れたあれに乗ろうかなと思います。で、西立川駅からここまで来て、でそれで 1.3 キロぐらいまで駅からあるんで、またちょっと考えようと思います。じゃあ行こうか。この中？そうそうそう、この中も紅葉は綺麗だと思う。真っ赤ですね。
こう真っ赤のモミジも素敵ですよね。中入ってみる。綺麗ね。で、この水面が、モミジを反射してますね。水もすごく綺麗です。作品名旋律って書いてますね。壮大ですね、これも。すごく綺麗に組んでますね、この竹は。橋を渡ってきました。こっからの眺めは綺麗ですね。妻は写真でチェックしてるような感じです。天気がいいから本当にいい紅葉が見れることができます。これ船かな。で、水もすごく綺麗ですね。これ本当に透き通ってます。ちょっと触ってみよう。うわ、ちょっと冷たいですね。この中に飛び込んだとちょっと本当に大変です。辛いと思います。ここら辺イルミネーションが あるかもしれないですね、この木。さっきなんか蜂かなんか飛んできたのちょっとびっくりしました。本当にこの池の水面に映る紅葉は綺麗ですね。ご来場の皆様に閉門のお知らせをいたします。もうちょっと閉まるかな。今アナウンスあります。出るね。ご提案をご利用いただき誠にありがとうございます。日本庭園は無事に一旦閉門させていただきますので、あらかじめご了承ください。早く出た方がいいみたいですね。16時までちょっとあと15分ぐらい時間あるんで、ちょっと、そこまで急がなくていいと思うんですけど、ちょっと進みたいと思います。この風鈴もすごく
綺麗ですね。これ風鈴が多分夜になったら光るのかな。うん。うん。いっぱい綺麗な風鈴、風鈴じゃない。そういうのは あって綺麗ですね。うん、ここら辺が個人的にはすごいおすすめです。ここの紅葉も結構綺麗やったよね。うん。うん、で、うん、そう、出口左です。うん、で、でこれで日本庭園出ます。で、ちょっと今住んでる左側にこういう傘みたいなのがあるんですね。おそらくこれは夜光るのかなと思います。ここにもある。多分幻想的ですごく美しいと思います。でちょっと日本庭園出ましょうか。うん、今原っぱの方ある、あの中央突破してるんですけど、おそらくこっちの方が出口に近いんじゃないかと思います。何してんの？なんで？妻は元気ですね。今歩きながら踊ってました。多分この公園はあの全部まだ回りきれてないと思うんですよ。前多分あの噴水とかそういった施設もあって、まあ、本当に広いですね。ここ韓国語のアナウンスが出てますね。数年前あのこの公園来た時、観光客の方、外国人観光客の方めちゃくちゃいたんで、やっぱりあのこう有名だと思うんですよね。で今、コロナも、収束しようとしつつなる時にです、まあ、世界は収束しているような感じだったと思うんですけど、ヨーロッパ行った時に。それでおそらく徐々に外国人観光客の方もいっぱい戻ってくると思います。この後ろのイチョウも綺麗ですね。綺麗ね。じゃあちょっとみんなこっちから行ってるんで行きましょう。案内表示の看板などでご確認をお願いいたします。この他にも、そうね、木が整ってるね。これは禁止とさせていただいております。合わせて園内でパトカーもある。いる。飲食についても大人数や長時間に及ぶご利用、大声で騒ぐようなご利用はお控えいただきますよう。はい、ちょっと時間になったので、今西立川口の方へ行ってます。今日だけで3キロぐらい歩いたかな。結構歩きましたね。ここのイチョウ並木すごく綺麗ですね。この木も見事ですね。本当にまだまだピークは多分今週末かな。でもそれでも今日は十分楽しみました。みんな自転車借りてるけど、多分レンタルサイクルのあるんじゃないかと思いますね。多分いろんなところに自転車見ます。私物じゃないと思うんですけどね。
寒い、大丈夫、うん、ちょっと日中暖かくて今の服装でもちょうど良かったんですけど、徐々に寒くなってきましたね。だから暗くならないうちに帰ろうと思います。大丈夫、疲れてない？おんぶしようか。いらないって言われましたね。ちょっと寂しいですまあでもあと出口まで、500メートルぐらいかな、それぐらいだと思うんで行きます。ちょっと人の流れに乗って、流れに乗ってあとついて行ってて、それがちょっと違う流れだったんで今引き返してます。この人の流れはおそらく大丈夫だと思いますね。なんかこう立川駅から降りても歩けますし、西立川駅からもう両方行けますね。まあそれだけ2つの駅にまたがってるってことはすごく広いんだと思います。大丈夫。多分こうまっすぐ行って右に行ったらイチョウ並木だった。だからまっすぐ行ったら駅に着く。これも綺麗ですね。ラベンダーかな。ラベンダーじゃない、ラベンダーは7月だ。わかんないけど綺麗です。アメジストセージっていうみたいな感じですね。ここに説明が書いてる。これですね、アメジストセージ。じゃあ行きましょう。多分今から公園に入っている人はあれですね、夜のライトアップを見に来ている人たちだと思いますね。で、日本庭園のチケットいくらするのかちょっと見てないですけど、それを買ってきっと中に入っているんだと思います。はい、今公園を出ました。これから、電車に乗って自宅に帰りたいと思います。今日はで公園、紅葉楽しめましたね。で、もし時間ある方は今週末行ってみたらいいんじゃないかと思います。それではシュータンビエン。